ヨーグルトの食文化を日本に普及させてきた明治が最新の研究成果を紹介する記者発表会を開きました。研究内容を分かりやすく説明するトークセッションにはタレントの千原ジュニアさんと朝日奈央さんが参加。ヨーグルトに含まれる乳酸菌が産生する粘り成分 EPS が免疫を向上させるといった体に及ぼす影響について解説を聞きました。また2人が知らなかったと口を揃えたのが腸管バリア、食べ物に含まれる毒素が体に侵入することを防ぐ機能です。このヨーグルト食べるしかないですね本当ですね、はい、不必要なものはこうバリアするっていう、なんかこうフィルターのような感じだなっていうふうには思いました。知らないことだらけで、これはだから家族にも後輩とかね、はい、言っていきたいと思います2人は知られざる乳酸菌の働きについて学び、驚きの表情を見せていました。